うんだ、あの人、あの人トカさんで3万円はい。マジ言ってんの3万円をサムライクルーで食べ尽くそう企画スタートー。ゲームってやっぱ世代を反映するものだと思うんだよ。小川これ3倍だよ。そう、もう、はい、いけるいけるって。食べ方汚いし、正面向いてないし、マジで使えねえなって自分のこと思ったら一応フードファイターですはい、というわけで先ほどの V がこれもケツにつくのか一本として成り立ってるのか僕は分かりませんが、本命の企画の登場でございます。以前ね、あの天下一うどん大会という大会で僕が、1位になりまして、結果の方がですね14杯だったのかな。で、1位になりまして、その時にね、なんと賞金としてトマさんが3枚いただいて、それなんと僕がね、小川山にこれちょっとあの侍なんでっつってこうプールされたんですよ。でそのお金を使って今回はこちらの戸川さんで、このサムライクルー、はい、僕、小川優馬、はい、優さん、で、吉高さんに、健介と、このメンバーで3万円分使い切ろうという企画でございます。ただし、ちょっとやっぱりその、この企画の意味するところというのは、日頃よくしていただいてるのをお返ししたみたいな思いが強いんですね。なので、もうガンガンに苦しくなって最後の方無理ってなる可能性もあると思うんですが、ちょっとね、エンターテインメント寄りで見てもらえると嬉しいかなと思いますんで、本日はじゃあ戸川さんで3万円をサムライクルーで食べ尽くそう企画スタートー。はいはい、ということで、はい、今日は吉高さんと鈴木さんからよろしくお願いします。開始ということでお願いします。ちなみに鈴木さんは、僕は冷やしですね、はい、鶏塩うどんとごまだれの方のうどんも。吉田さんの方は、僕は竹天うどんとわかめうどんにコロッケとっています。おお、お互い2つから、はい、でも随時あの行っていただければ頼みに行くので。わかりました。わかりました。わかりました。なんか文句ありますあれ、最近こういう感じなんですか。なんかあれな教育しなさいって。なんか、サムライクルーもだいぶ面白いかなって思いましたね。ありがとうございますで、まあ、基本的にマックスさんはそちらスターズ食べていただいて、はい、で、まあ、僕らサブ月間が感じたらもう、はい、それはもう、前回の分布方式で、はい、変わっていって、リレー的な感じで、ね、今日のテーマは感謝の意味もありますから、うん、シンドソング食べてもしょうがないんで、はい、美味しくいただきましょう、今日ね。じゃあ、それでは、はい、はい、3、2、1いただきますので行きましょうか。はい、はい、3、2、1いただきます。いただきます。あこれ、ね、新作っぽいんですよ、僕の方冷やし黒し、うん、ちなみにその前の冷やしの最新作っぽいです。これだ、先ほど戸川さんにあるよって言われて、お願いします。うまい、うまい。これ麺の量同じですか。同じです。普通に正直言っていいですか、はい、多分これでお腹いっぱいですよね。みんな僕ですか。もういけます。もうリアルのとこですか。リアルのとこもう一杯ぐらいですか。いけます。たぶんこれすげえ。もう前回マガジンにも1キロ食べてますからね、うん、吉高さん。あ、そっか、はい、でもこれ麺が本当にうまい、うん、トカさんマジうまいっす。 ありがとうございます。やっぱりうまいっす、本当に。ありがとうございます。うまい。お腹いっぱいなんですよ。戸川さん、これこの硬さってこだわりみたいなのあるんですか。ないっすよ。何もないっすよ。はい、失礼しました。マジか。戸川さん、お店やられていく上でのポリシーってなんですか。何もないっすよ。絶対そう言うと思っても聞いてない。
うん、正直あの欲してた。おすすめの商品は何ですか。いや、僕ぐらいあえて言うな、あえて言うな、何よりの自信ですな。そうですね、それ振ったら何でも出るよ。何でも出るよ。ドラクエで一番好きな敵誰ですか。ドラクエ大好きなんですよ。かぶり物してるぐらいですからね。いやドラクエ、みんないいっすね。あ、もうじゃあいろんなシリーズもやってる。もう全部全リーグ。あれ剣だけオンラインだからプレイできないから。あとみんな感じとっす。吉原さんもあれですか、はい、ドラクエはやってます。結構ゲーマーね、実は、はい、実はこのサムライティング e スポーツ部があるから、裏で。吉原さんは変な時間にやるから、いや、見れないように変な時間にやってるんですよ。一応リツイートしてるっす。あ、わざと見られないの。あんまりあのまともな時間にやると会社の人に見られちゃう。あ、もうオンラインってそういうことか。ドラクエで終わりはない、終わりはない。僕、絶対一人でやるタイプ。オンラインって誰ともやらない。え、じゃあ FF もやってました。やってました。FF で一番好きな敵誰ですか。一番好きな敵。何で敵なんですか。普通主人公を話します。すべてを超えしな。おお。ブラボス。あれ倒した時はちょっと裏手。天でしたっけ。天ですよ。悔しい。俺 FF6 で止まってますね。6はスーパーファミコンだった気がするらしい。ああ、そうか。セブンが結構有名な。そう、セブン、ね、セブンで立体的だったじゃないですか、うん、もう画面用意して始まって、セブンでそっからもう全然物語進まないわ。コーダクミーが歌ってるんだみたいな。そういうレベルなんですよ。結構諦める人いるんですよ ね、 あのね、気持ち悪くなっちゃって。ダメなんですよ。だからモンスターハンターとかもなんかもうグイングインとかこういう動きも無理で、あのサムライスポーツ、サムライスポーツ、サムライスポーツ、スポーツチャンネル、サムライティング e スポーツ部の部長の吉高さんの一番好きな RPG は何ですか。うちのね部長ですから。うわ難しいな。クロノトリガーですね。うわ懐かしいですね。クロノトリガーってあのカエルのやつとかいたやつですよね。そう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 。今でもあるんでしょ。ありますあります。スマホとかでも出てます。そうなんですか。 DS とか、はい、ちょっとやりたいと思う。じゃあゲーム好きなお二人に問題、はい、マックス好きの一番好きな RPG を当ててほしい。かなり売れましたこれは。しかも、ヒント、まあ、僕の世代プラスとある有名アイドルグループの人が CM やってた。え？これ超流行りました、マジで。アイドルグループで分かんなくなった。アイドルグループのエース的な人が CM やってましたね。本当に、はい、そんなロールプレイもあるんですか。ありますね。マザー。俺もマザーだと思ってたんですか。そう、マザーのスマの2、正解。アイドルグループって誰ですか。アイドルスマ。ええ、キムタクがマザー2の CM やってた。そう、え、そうなんですか。え、リュウさん知ってますよね。確かに、来たアイドルが一番マザー2やってました。そうなん、やってました。知らなかった。え、そこまでやると自信ない。じゃあ僕が好きな FF の敵を教えてください。あ、教えてくれてるね。教えてくれ。意味がわからないですよ。何を通ってんだお前はっていう。当ててください。敵多分、僕7以降やってないけど多分結構出てきてると思う、このキャラは。まあ、定番キャラみたいな。あー、はい。サボテンだ。あ、違う。トンベリ。え、トンベリ。あ、違う。なんだろう。オチュウ。憎めないキャラというか、トンベリ。もっとね、派手。派手なキャラ。ヒントは
ファイブの この人の登場曲がめちゃくちゃかっこいい。ビッグブリッジじゃなくて戦ってるとこじゃなくて、おー、はいはいはい、それギルガメッシュ。ギルガメッシュファイブで、おい、ギルガメッシュってギルガメッシュ、ギルガメッシュ、でもやっぱりゲームってやっぱ世代を反映するものだと思うんですよ。ゲームやらなくなりましたよ。やらなくなった、その時間何に使ってるんですか。メール、ね、うまこれ、これなんすかこれ、超うまい、ごま冷やしごまだれ、え、これもうまかったけど、これもうまいです、もちろんもちろんものすごい自信ですよ。そうですね、さっきあんな鉄塔だったのに、本当に別にぐらい、沢尻エリカぐらいで特にそうでしょみたいな感じだったんですけど、多分分かんないから、サガ2っていう、はい、あ、分かります、分かります、あのゲームボーイのサガシリーズの2が一番好きで、はいはいはい、で、一回なんか結構前に DS かなんかで、なんか DS だったかな、なんかあのリメイクみたいなのなんですよ、黒板みたいな、え、何？黒板でなんかカラーになってて、その当時だって白黒だもんね、すごい、そうっすね、こんなでかい、うわ、すごい、画面ちっちゃいの、画面ちっちゃい、で、ライトが出てカラーが出た、カラーが、ライトなんか高いじゃない、カラーが、そう、探すって大好きで、久々にやってたのあるな、ゲームは青春ですね。そうですね、うん、一番遊んだのがプレステーション、スーパーファミコンですね、ファミコン、ファミコンのは多分あのやってる時間はなかったと、長かったと、ドラクエ3とか、あのロト、ツインビーとか、ああそう、ツインビー、サラマンダー、あと、忍者龍剣伝とか、うん、はい、交代ですか、違う、おかわりです、おお、トカさん、メニュー、まさかのおかわりが出ましたよ、え、隣のイケメンから、本当ですか、今日のために開けときました。僕この冷やしのごまおかわり欲しいです。いやです。企画終了しました。いただきますか。いただきますか。じゃあおかわりいただきます。マックスの冷やしのごまがもう一回と、はい、あったかいわかめですか。はい、わかめうどん。にこれはあの冷やしの方に味玉を、混ぜご飯って熱いですね。本当に熱いです。びっくりした。はい、僕も混ぜご飯もらっていいですか。結構チンチンで熱かった。もうびっくりした。味玉家庭発見の裏切り、これで俺のが人肌だったら絶対それで。じゃあ店長から1個100円で、はい、うどん屋さんに半押し売りシステムが、店長からサービスでお金取れるんですよ。もし食べれればあの、おいでおいでおいでおきます。じゃあこれはセルフスタイルにします、みんな食べれるように。いいんですか、人数分あるし。じゃあ僕、これ1個いただこうかな。なんでしょう、ぱっと見ナスっぽいですけどね、うん、あ、うまい、ありがとうございます。おいで、大丈夫、ナスか、ナスナス、うまい、なんかね、ナスもつくね挟んでるみたいな感じの、うまっ、
低いです。苦しい。調子に乗りすぎた。まあ、平和な会なのね。そうです。お前ご無理やな、それは。はい。どうぞ。俺も飲もうかな。うまいけど、急に腹いっぱいになったのコーラってすごいっすね。そうですね。なんか久々っすね。ね、俺も同じことだよ。隣でご飯食べるなんて。いただきます。これちなみに何うどん？わかめうどんの、これはトッピングが入ってないですね。このかぶってないの大丈夫？大丈夫です。うまい。今日何食目ですか？これ朝ごはんです。うわっ、何も食べてない。わっ、ケンちゃん。はい。かけうどん。かけうどんかもう具がきつくなってきました。じゃあ、あとあのクレープ食べたい。ああ、あの学校の給食みたいなやつ、薄いやつ。はい、途中はこやつで、ちょっとめっちゃうまい。あ、完食です。はい。あとちょっと厨房着いたら戸川さんと話したい。でかいけど、俺とヨッシーとあれだけど、お母さんも絡めたあれが、ちょっといいのかな。こちらは、富士山。本当に？はい。本当か？多分合ってるよ、富士山の。これです。終わった。いただきます。これすごい。これです。何のテンプラですか？それ多分普通に天ぷら粉のあれじゃないかな。うん、たまねぎが入ってる。玉ねぎか。普段食べてるんじゃないですか、これ。あんとね、あんまりね、ゆったり食べてなくてもあんまり入ってる。これあの、小川優馬さんおすすめの生姜飯、もし味が飽きたというか、飽きたしね。言葉選んでる。新しいやつ、はい、また変わった感じで。マジでうまい。生姜焼きの味っていうか、生姜なのかな。あ、うまいね。全然違うよ、また。うん、すりだれと違ったうまさがある。この、これ。めちゃくちゃうまい。しかもこれ自家製なんだ。店長からです。それはおいくらですか？3万円だそうです。3万円。あ、はい。あ、振り切った。振り切った。マイナスになった。赤字になった。あのクイズ番組の最後のね、生き物のね。そうですね。おお、鍋焼き？はあ、絶対うまい。こんなのできたもんね。ね、鍋焼き。この吉田の丼が鍋焼きに合うのかな。え、鍋焼きのベースがすごい気になる。スープはベース。じゃあすみません、あのクレープもう一個、はい、おかわりください。今日も仕上がってますね、こいつは。食べました、味玉。はい、今日も仕上がってらっしゃる。今日の味玉食べました。今日の味玉食べてないです。もういい仕上がりにしよう、今日も。はい、食べればよかったです。それはもう普通ですよ。それは僕これで終わりですよ。はい、クレープもう一個。楽になるんですよ、中が冷えるんで。完食。うまめ。うまめ。はい、それいっちゃいますよ。マジで。はい。
全然ない、ほらまだまだこれも、うん、今さ、お尻のやつなんでよかったわ。はい、お尻のやつジューズサンプレブいただきます。鍋焼き、これグランドメニューじゃないね。うわー、え、スパさん、これは季節限定です。気まぐれちょっとあんな感じなんですよ。これにあったらうまいっす。うまいっす。ありがとうございます。聞いてくださいよ、吉田さんも休みなしで3杯目なんですけど、おかげもこれ3杯目なんですよ。そう、もう、はい、いけるいけるってペース、あ、ま、落ちないし、せっかく痩せたのにね。あちち、まだ飲んだ暑いっすか。うん、じゃあコーラをお願いします。冷えたのよ、大丈夫。あ、これで大丈夫です。エビもカニも甲殻類、見た目はとっても黒ロテスク。知ってる？知らないです。エビカニクスペ、エビカニクスペ、エビカニクスペ、踊っちゃおう。壊れた。子供に大人気の。そうなんだ、ね、あるんですよ。喋ってて、ずっと食べてないですよね。やっぱね、オフモード入るとね、こんなもんだこんなもんです。私、こんなものでございます。ただ今日はやっぱ、美味しく食べるっていう。そうですね。ぜひ、日々の感謝を皆様はじめ、戸川さんにお伝えしながら。もう、戸川さん、サムライの永久スポンサーなんで。永久スポンサー、永久スポンサーですか。マジですか。鉄板の位置で、あの位置でも置かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。スライディングドミノです。どうも、本当そうですね。皆様に支えられてここまで来てますもんね、うん、何が返せるんでしょうね、我々にね、いただいた部分ね。笑いと真剣ですよ。真剣、真剣の方もガオでちょっとほら芽生えてきてるじゃないですか、ちゃんと。真剣、真剣な方、真剣な方と。あ、マジってこと。マジマジマジ、マジな部分と、ちょっとふざけた。スポーツ&エンターテインメント。うん、でも、ぶっちゃけ、はい、お皆さんです。休みなしで3杯連続できましたからね、うん、ごめんなさい。ありがとうございます。びっくりした。何、冷やしのごまです。冷やしのごま、はい、ごま、びっくりした。うん、めちゃくちゃうまい。びっくりした。うまい、うん、前回ここでケンスケ2キロ食べたじゃないですか、カレーうどん。でいつも取る側だったじゃないですか、うん、取ってみて初めてやっぱ気づくこと多かったみたいで、食べ方来たねし、正面向いてねし、マジで使えていたって自分のこと思ったんです。練習してて、なんでこいつこんなうまそうに食べてるの、食べれないんだろう。ふざけんなよと思って、ずっとしたでしょ。まさりまさりまさりも最初の頑張ったのにね。あの、いただきますと、途中早倒しして、ごちそうさまです。使えないな。よっしゃ、選手交代かな。いいだね。やめてよ。頑張って優勝食べてるから、ぬるかってるでしょ。頑張って食べてんだよ。誰だもう。
面白いけどさ。三三三三。あ、みんな食ってるぞ、ちゃんと三。マジか、四。多分四。一応フードファイターです。職業フードファイターって言い張ってます。考えて面白いですね。イベントで日本一って言われたらドラマで出ててます。はい、日本一です。じゃあ全部あと一杯で届くんですか。え？届くんですね。この格好で。小川さんが、小川さんが綺麗に。うまっ。ナスの方ですか。ナスでいい。なんだあいつ。今日楽しそうだね、シュいいことだ。はい、それではみんな食べ終わったということでごちそうさましますか。はい、せーの、ごちそうさまでした。トガさん、ごちそうさまです。はい、というわけでみんな心ゆくまで楽しんだ今回の戸川さんの3万円企画、気になるお会計はこれからなんですけど、いかがでした。いったと思います。一応ね、ここにで、多分ギリいったかいってないかだと思うんですよ、僕3万ですよね。ギリギリじゃないですか、多分楽しんだとはいえ結構いっぱい食べたんですよ、みんな全然そのね、出てこないのずっと出てこないの、出てきた。吉田さん、どうですか、3万いったと思います。ちょっと超えたんじゃないかな、ぐらいですか、多分。おお、ちゃんとね、あの時のままのこちら3万円ございますのですいません、ごめんなさい。今からお会計に移りたいと思います。富士山うどん、一番人気なんですよ。を並盛り一つに豚肉トッピングでいただきます。はい、というわけで本日、サムライン企画、まあ、日頃の、この感謝の気持ちも込めてという回だったんですが、お会計の金額が、3万円想定のはずが届かずと、1万飛び木は90円。でもこれだけお腹いっぱいになってこのお値段っていうのは、いかにこの戸川さんがお値段を努力されてるかっていうのがすごい分かる、もう身をもって体験しましたね。それぐらい本当素敵なお店なので、もしよろしければ皆様ぜひぜひ来てみてください。本当に美味しいおうどんとね、戸川さんも多分、ね、話しかければ全然話してくださるので、まあ軽いノリでちょっと適当なところもあるんですけどはい、な感じなので、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。お会計を、会計を肝心なでですね、これは僕だけの意思ではなくですね、実はですね、この、まあ、言ったらこう侍の本当創設者である僕と、この健介ちゃん、はい、健介くんの会社の代表のよしっていう人と、あとこの小川優子、僕と、まあ、ざっくり分けるとこの3人が始めたこの総意でもありまして、もう3万円はお釣りはちょっともらわないんで、今回売り上げの一部としてでも何でもいいんですが、そういう風にしていただきたいなという。なのでちょっとね、やり方がちょっと下品ともしなくて申し訳ないんですけどもちょっとこれは結構マジなんで、ちょっと釣りなしでちょっと使っていただけたらありがたいなというので、ちょっと無理って申し訳ないんですが受け取っていただけますでしょうか。すいません、店長、これまた、すいません、次の賞金にしますねそれをまた、もうご自由に、今回の天下一の賞金にします。みんな挑戦待ってるぜ。ありがとうございます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 。ちょっとだけ戸川さんにちょっとお話軽く聞いていいですか。本当ですか。はい、今回こう企画やらせていただいたんですけども、はい、お店さん的にはこういうのはご迷惑じゃなかったですかね。もう全然もうバチコイです。僕らはすごい楽しくやらせていただいたんですけど、みんなが楽しいのが一番ですし、まあ、この動画をまた見てくれて、みんながもっと楽しくなってくれて、ね、うちばっかりだけじゃなくて他の飲食店の、ね、盛り上がりも含めてわーっとなってくれればすごく嬉しいです、ね、ありがとうございます。でもそう思って僕もね、やっぱりみんなに声かけたりいろいろしてるわけです。うちばっかりじゃなくて他のここにも行ってもらって盛り上げていただければと思いますので、また
侍頑張ってください。これからも本当ありがとうございます。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。こちらこそです。はい、というわけで、今回の侍イーティングですね、皆さんみんなで美味しく食べて、結果金額これしかいかなかったんですけれども、この企画好評だったらね、またなんか違った形でねやれてもいいかなと思う、そんな感じでございました。じゃあもう5秒ぐらいで続いて、ちょっとみんなから一言だけちょっともらいましょう。5秒ぐらいです。もう軽くいきましょう。パッと。今日いかがでした？美味しかったです。おい、いかがでした？取られた取られた、美味しかったです。取られた。いやもう腹パンパンっすね。パンパンっすよね、本当に。ありがとうございました。ケンちゃんもいかがでしたか？めちゃくちゃ美味しかったです。お願いします。はい、ケンちゃんいかがでしたか？お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。じゃあ最後みんなでトカさんにごちそうさまでした。行きましょう。これ。いらっしゃいませ。トカさん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。